ホノルルのマノアバレーにある緑あふれるプナホースクール、キャンパスの長官。遠くの背景にワイキキのビル群が見えるプナホースクールは、アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市にある私立学校。オアフ島ホノルルの東郊外のマノアバレーにあるカプナホーと呼ばれた土地は、近世になってハワイ王国へ1820年に初めてキリスト教を伝えた。 改修派のハイラム・ビンガム宣教師夫妻の住居としてカーフマヌ女王から与えられた。プナホースクールは改修派系の教育施設として1841年に設立された。1859年から1934年まではオアフカレッジという名称であった。このホノルル市内の広大な敷地を持つ校舎で幼稚園から高等学校までの一貫教育を行っている。 76エーカーの敷地に34の校舎があり、生徒数は3750人を数え、単独の学校としてはアメリカでも、最大の生徒数を持つハワイ州内でも、有数の名門校である。生徒と教師の比率は12対1、平均クラスサイズは21人。幼稚園から8年生までのジュニアスクールと9年生から12年生のザ・アカデミーに分かれ、 大学進学率はほぼ100%である。興奮は自由で、生徒の個性や自主性を重んじる雰囲気がある。また、課外活動の充実度は特筆すべきで、スポーツプログラムには学校を挙げて力を入れており、オリンピックサイズのプール、陸上競技場、野球場、テニスコートなど大学レベルの設備を誇る。もちろん設備だけでなく各競技でトップクラスの人材が集まり、 2008年、2009年度には、スポーツ雑誌、スポーツイラストレーテッドで、全米3万8000高校中、プナ法のスポーツプログラムが第1位に選ばれている。プナ法は、数多くのオリンピック選手を輩出していることでも知られており、過去のオリンピックでは、金メダル7、銀メダル7、銅メダル3を、プナ法卒業生が獲得している。竹内直道、ありがとうございます。